AFC チャンピオンズリーグ2017決勝 AFC チャンピオンズリーグ2017決勝はアジアサッカー連盟により開催される AFC チャンピオンズリーグ2017の決勝戦であり15回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である試合は第一戦が2017年11月18日土曜日に第二戦が2017年11月25日 土曜日に開催された。浦和レッズが2000、合計1から2で10大会ぶり2回目の優勝を果たし、AFC サッカー連盟を代表して、2017年12月に UAE で開催される 2017FIFA、クラブワールドカップの出場権を獲得した。あるヒラルは2014年以来の史上最多となる6回目の決勝進出である。また、浦和レッズは2007年以来の2回目の 決勝進出となった。AFC のコンペティションでの両チームの対戦はない。1986年は決勝戦は行われず最終ラウンドに進出した4チームで優勝チームが争われた。1987年は決勝を棄権。決勝戦は前回大会と同様ホームアウェイの2回戦制となる。 1> 第1戦が2017年11月18日土曜日にあるヒラルのホームであるリアドのキングファハド国際スタジアム第2戦が2017年11月25日土曜日に浦和レッズのホームである埼玉の埼玉スタジアム2002で開催された中以下のすべての結果は決勝戦進出にクラブの得点を前に表示している概要七分ラファエル・シルバが 左サイドを突破して中央へクロスを上げ、これは相手 DF にブロックされたが、こぼれ玉をラファエル・シルバ自ら押し込み先制に成功した。23分にはロングフィードで右サイド深くまでボールを運び、モハメド・アルブライの折り返しにオマル・フリービーンが合わせたが、GK、西川修作がセーブし、33分には、 サルマン・アルファラのパスに反応したフリービーンが抜け出して GK と1対1になるがこれも GK 西川がセーブしたしかし37分アルフィラルは再びロングフィードで右サイド深くにボールを運ぶとアルブライが頭で折り返し中央のサーレムは、イコールドーサリーンがシュートしそのこぼれ玉をフリービーンが蹴り込んで同点に追いついた前半は1から1で折り返した 浦和は六十四分には足を痛めたらファエル・シルバが、ズラタントの交代を余儀なくされたが、八十三分の、ヤーセルはイコール・シャハラーニーの、ミドルシュートも GK がセーブするなど、お互い得点を上げることなく一から一で、引き分けとなった。あるヒラル・ブー・ウラワ・レッズ・ガイオ・ウラワは、第一戦からメンバー変更なく、対する、あるヒラルは、第一戦で、負傷交代したカルロス・エドアルドに代わって、 ナウアーフ・ワルアービドが先発となった。開始20秒、相手最終ラインのミスをついた長沢和樹がボールを奪ってシュートを放つも、これは枠の左に外れた。8分にも再び同じような形から長沢がシュートを放ったが、これは GK 正面をついた。26分にニコラス・ミレシのパスを受けたアイコールドーサリーがダブルタッチで、 ウガジンともやを剥がして、シュートを放ったが、ボールは、枠のわずかに上に外れた。42分には、ミレ氏が、フリービーンとのワンツーで抜け出しシュートを放ったが、枠の右に外れた。前半は、スコアレスで折り返した。59分には、左 CK から、ミレ氏に決定機が訪れるが GK がキャッチした。十一分には連携ミスをついて、ボールを奪い、アイコールシャハラニーが、 右足でシュートを放つも枠のわずかに右に外れた。62分には、ムフタールファダータ、68分には、ヤセルアルカフタニと攻撃的選手を途中出場させた。61分に、カウンターから武藤勇気のスルーパスに反応した、柏木陽介が抜け出しかけるも相手 DF の対応に、あった。73分には、柏木の FK からコオロギ晋三が、ヘディングシュートを放つが、 GK アブドゥラー・アルマイウフに左手一本で引かれ、こぼれ玉をラファエル・シルバが押し込みに行ったが、これも GK アルマイウフに止められた。すると、あるヒラルは78分、遠藤・渡るニップレスをかけに行った、アイコールド・サリーが、遠藤の足を踏んでしまい二度目の警告を受けて、退場処分となった。88分に、無党のスルーパスに反応したラファエル・シルバが抜け出して、 右足でシュートを放つと、ボールはクロスバーを叩いて、ゴールが決まった。浦和が1-0で勝利して2戦、合計2から1とし10年ぶり2度目の ACL 制覇を果たした。浦和レッズ VR ヒラル勝利した浦和は、決勝での無敗記録を4に伸ばした。また、安倍祐樹と平川忠明は2007年にも、浦和で ACL 制覇を達成しており、 ACL を2度制した初の日本人となった。また、柏木陽介が大会 MVP に選ばれた。敗退したアルヒラルは0から1で敗れた第2戦が、今季 ACL では初、2017年の全公式戦で2度目の敗戦となった。第1戦で同点ゴールを挙げたオマルフリービーンが大会得点王を受賞した。第1戦、第2戦とも、 BS 日テレと日テレジータスにて生放送され、2000は日本テレビ系列 NHKBS1 で録画放送された。ありがとうございます。